はい、今日は10月26日です、ね、おと言ったらシャンパニーデー。シャン10月26日がシャンパニーデーなんだけど、そんな感じじゃないですか。まあ、あのシャンパニーウィークということですね。あのこの期間ずっとシャンパニーシャンパニーということでございますけども、はい、今日はそのね、日本のシャンパニー委員会の方々がやるイベントにお邪魔しております。いろいろと出る場合なんで行ってきます。はい、はい、27日ですよね。魔法をかけこの1日。はい、お願いします。うまい。うまいね。ちょっと今日のメニューと何ですか。今ティエノを飲みます。はい、ティエノ。それマグナムですね、はい、あんまり飲めないようなやつだもんね。今ニコラピアットが開いたようなのでこれじゃあ行かないですよ。あ、もう行ったらいい。違う、ニコラのたくさんちょっとあの獣人たちが集まってきてるから、ズカちゃんやつ向こう行きましょう。向こう行こう。おい、頑張ります。手当てができる状態でやったらいいし。やっぱ昼車に限りますね。惜しい。なるほど。お疲れ様です。そうです。幸せそうな顔でございますけど。幸せですね。これは昼シャン最高ですね。昼シャンですね。時がないから全部飲まなきゃいけないという。結構幸せパンチを入れてくれるんですよ。そうね。いや、ありがたいことでございます。で、今日のちょっと特にズカちゃん的おすすめはどれでしたか？ティエノ美味しい。マグナムやっぱ美味しいですけど、ね。素晴らしかったですね。おすすめはこちらのブノージュさんと。リバルロワさん、この2つが良かった、好きだったかな。なるほどなるほど。やっぱりこの2つは特に良かったなっていう感じでございますね。まあでもやっぱりこのティエノのやっぱりマグナムのサイズってなるとやっぱり厚みっていうか、そもそも小さいサイズはね、僕たちも何度も飲ませてもらってるけど、やっぱりこのマグナムサイズの味わいの凄さっていうのはね、やっぱり感じることができましたね。あとやっぱりパルムドール、ラビアットのパルムドール、2008年のまたいい年なんですよね。ですね、こんな感じのパルム通りでございます。やっぱボトルね、いろいろとデザインがいろいろある。さすがこれがシャンパーニュでございます。なんかこうどういう会かいまいちよくわかんないんですけど、めちゃくちゃいろいろ飲めたな。そういうこと言うの。あのね、10月27日、はい、撮影日の次の日がシャンパーニュの日ということでございますので、皆さんね、楽しくはシャンパーニュを飲みましょうっていう、そういう風に楽しむには最高ですね。はい、やっぱりね、こうボジョレーヌーボーに皆さんこういろいろ注目しがちなんですけど、やっぱりこういう風にシャンパーニュ飲むっていうのが大切だという風にあるので、ぜひこういう風に飲んでください。はい、ありがとうございます。あ、ちなみに何食べたい？今日食べた食事の中でもいいですかね。うん、シャンパーニュやっぱ汎用性が高いなと思って、前菜からメインまで全部いけたんですけど、うん、トウモロコシのあれか、はい、下にムースが張ってあって、上にこうイカとセロリとセロリやってるやつ、玉ねぎやら入ってるやつ、めちゃくちゃ美味しかったです。物取りがあるかな。了解です。最高です。おい、はい、ということでですね、シャンパーニュ沿いでノエルアラモードに参りました。こちらで伊勢丹さんですね、新宿伊勢丹でやっております。さあ、どんな美味しいシャンパーニュがあるかちょっとご紹介いってきます。おい、やばいやつが見つけました。ですね、ローズジャムですね。もう1本、残り1本ですけど、あと残り2本ですね。このローズジャムは絶対に買った方がいいワインですね。ぜひ見つけてください。今ね、これ C の4番ですね。C の4番です。はい、フィラデッサンブースですね。こちらエールバイアールが出てます。ほとんどね、売れちゃってる。これ全部完売品です。売れすぎですね。で、他にもここにあるシェルトーニュタイエ、まだここに残ってますね。この辺りももう本当に買えなくなってきたシャンパーニュ、ぜひ買ってください。場所は C の6番です。ピエール・ペテルス出てます。ピエール・ペテルス、これは普通の、まあ、レベルといいますか、そこから上のキュベがねこう出てて、これがすごいよね。このラインナップこうずらっと並んでるの見たことないぐらいのレベル。いや、いいですね。さすが伊勢丹さんのイベントですね。
気合が感じられますね。これはぜひね注目してください。場所がね B の6番ですね。はい、はい、来ました。これですね、大好きなやつです。私のモーリスショパンが売ってございます。こんなにまだ在庫ってあったっけ、モーリスショパンと思うぐらいのレベルですね。いやこれはぜひね買っていただきたい。これあのなくなってもまたね明日にはね補充されるらしいので、今ここで買っとくべきシャンパーニュです。ぜひ買ってください。ヴィンテージが1918か、いやこれねぜひ買ってほしい。18かな、この18すごくいいです。もう僕たちがね特別売ったワインですけど、そして場所がねこちらね B の7なんですけど、この B の7の横ですね、ズズイとアークセラーズさんの隣にはこのねワインエクスプレーンさんがございます。ワインエクスプレーンさんのお約束カステルノですね。カステルノはバッチリ美味しいのがこうバッありますので、ぜひここでも買ってください。はいはい、ということで今日はこれで終わりでございます、はい。シャンパーニュをやった後なんですけど、実はその後ねガメロッソもちょっと行ってきまして、ちょっとマイクスが必ずやる、そうなんですよ。ちょっと今回ではシャンパンだけをちょっと取り上げたいなということでね、ちょっとシャンパーニュの試飲会でございました、はい。でもねちょっと一歩ねこの水、あ水めちゃくちゃいい、これですね、ジャパンスロープさんね、アンティポデス、ニュージーランドです。アンティポディーズナチュラルミネラルウォーター、これですね。これね美味しかったね、美味しい、これ非常に水ましないしね、軟水なんですよニュージーランドで。300年の歴史が、まあロコされたんでしょうね。綺麗に、うん、綺麗に残された、綺麗に残された、綺麗に残された、なんか言葉としてなんか上知るような感じがするけど、まあいいや。いや非常にねいいお水なんで、ぜひねこれも試してみてください。ということで今日はこれで終わりでございます。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。